今拍手してくれた人にお茶出して。いや、おかしいから。羽生ちゃんはこのお客さんにお茶菓子出して。あれ、鍋がアドリブ言った。どういうことだろう。おい、どうした羽生、早くうまく返してくれ。台本にないから何て言っていいかわからない。よし、分かった、俺が何とかする。頼んだ。じゃあ僕のポッケの中に入ってるゴミあげちゃう。